はい今日はですね装飾音符の四回目になります、えー、モルデントやターンについてのお話をしますワークブックは七十六ページに関する内容になってますはいではですね早速ですが資料をご覧いただきながら話を進めてまいります、えー、モルデントからいきますねモルデントというのは主要音と下節字音とを 素早く往復する装飾音符のことを言います。フレー1をご覧になってください。この印見たことあると思います。これがモルデントのマークなんですが、まあ、杖の上にこのマークがありましたら。このように素早く往復するわけですよね。これはですね。まあ、あのとりわけバロック時代に非常に流行した装飾音符でして。 で、その往復の回数っていうのは一回の時がほとんどなんですが。複数回往復するモルデントも時にあります。で往復の回数や速度っていうのは。主要音の長さとかテンポ、さらに曲の正確に左右されます。このマークなんですけど、これももうよくご存知ですよね。プラルトリラのマークです。プラルトリラ。これですね。 スナップとか逆モルデントとかそういうふうに言うことあるんですが混同されやすかったということがあってそのカール・フィリップ・エマニエル・バッハがですねそういった通常のトリルとかプラルトリルと区別するためにシュネラーというふうに呼んでたらしいんですよね。それがこののフレーの2に書いてありますでは次はターンの話ですね。ターンはちょっと複雑になってますよ。 原則バロックのターンは音音音ののののの2 2度度上上上から始まりまりす2度上の音ですすででねこの上というのがポイントですつまり上切字音これは前打音でもありますがと下切字音これは高打音でもありますがその2つのコンビネーションとなりますターンの演奏法もモルデントと同様なんですが。 主要音の長さや曲の性格によって変化していきますちょっと詳しく見ていきますターンは置かれているその場所によって演奏法が異なるんですねまず最初ですが箱の頭にあるターンというのはトリルや全ンダウンと同様に主要音そのものにかかる装飾音となりますそれから、えー、ターンのほとんどは 主要音の上ではなくて弱白の前とか強迫の前など二つの音の間にあってそして次の音へのつなぎの役割を果たすものが多いんですねそして主要音の長さによっても変化します、えー、主要音に十分な長さがある場合には主要音原則に従って次の音を演奏する前に一 ターン主要音、つまりターンの最終音で止まります。主要音が短い場合には、ターンをすべて均等な速さで演奏します。それからですね。えー、テンポとか、その音符の持つ時間の長さに応じて、まあ、あの早いテンポの曲の時にあることなんですけどね。時々、高弾音付きのトリラーがターンとして演奏されることがあります。これ、わかりますかね。あの、例えば。 高段音付きのトリラ杖の上にトリラが書いてあるときにターンとして演奏されることがあります本来トリルですから入ってくるのが時間がないとき早いテンポの曲とかになるとターンとして演奏されることがあるということですねバッハのそのあたりも出てくることがありますそして これらのことを具体的に示しているのが次の2つの資料になりますフレー3をご覧くださいこれはですねカール・フィリップ・エマニュエル・バッハの正しいクラヴィア奏法という大変重要な本があるんですがそこからの引用です3種類の異なるテンポでのターンの速度の違いを表しています例えばこういう戦術があった場合 このつの上にターンがついていますこのつ主要音ですねそこに十分な長さがある場合には主要音原則に従って主要音で止まりますアダージョのテンポではどうなりますでしょうかやってみましょう こんな感じでしょうか、ね、この「つえ」十分長い時間がありますので「止まれました」モデラートのテンポではどうでしょうねアンダンテとか「モデラート」のテンポになりますとやはり、えー、この時間が必要だということで「止まれましたよね」。 さあアレグロとかプレストテンポの速い曲になりますと止まるだけの時間がない場合均等にターンを均等にしていきますこんな感じで演奏するといいと思います、えー、ちなみにというところなんですがあの現代の通常の解釈ではあの後ほどお話し,しますが二つの音の 間にこの音とこの音の間にですね書かれることが多いんですねそうしますとうん例えばアダージュの場合はこんなふうになりますし、えー、モデラートの場合は こんなふうになるでしょうしプレストの場合はまあこんなふうになることが多いですよね、えー、筆4をご覧ください、えー、これは二つの音の間特に普天音符と後続音の間に付けられたターンの解決法です、えー、使用音の長さやテンポに応じて考える際の指標となります 例えばこういう旋律があった場合次の音へのつなぎの役割を果たすターンですよねこのターンが。で4つのパターンが考えられると思うんです一つずつ見てみます一番よくあるのが A のパターンなんですがこのように処理する場合これはしょっちゅうあると思います。次にですねこの B というやつなんですけども、うん、テンポによってはこういうパターンが出てくるかもしれませんね、えー、それから C ですねこれもそうですね割とテンポが早い時にこのような処理がされることがあるかもしれませんさて D なんですけども、うん、これちょっとイレギュラーというかままあ、れですよね ただヨハン・セバシャン・バッハの実質講の中にこのような奏法があったので参考までに付け加えておきました、はい、では実際の作品をサンプルに解説していきたいと思います今日はですねクープラの作品を取り上げてみますねクープラご存知でしょうかあのフランス・バロックの音楽っていうのはとりわけ装飾が多彩で難しいんですがあの慣れるとすごく楽しいですし勉強になります まあ今日はあのご覧いただく楽譜がですねえまあいつも <laughs> そうなんですがファクシミリなので余計ちょっとあの見慣れないと思うんでギョッとするかもしれません装飾音符がたくさんついてますのでただあの慣れると本当にあの楽譜自体を見るだけでも美しいですので楽しいと思います。はいでは楽譜をご覧になってください。これはですねクープランの「王宮のコンセール」4番ですね。 えーまあ、あのこの時代の曲は組曲が多いんですがこの「王宮のコンセール」これも組曲になってましてたくさんの舞曲が入ってます。プレリュードを取り上げてみたいと思いますが早速いきますねはいここに「モルデント」がついてますね。次、えー、全ダウン付きのプララルトリラですねそして次は「ダ段ン付きの「モルデント」。 そしてここにプラルトリラー、えー、っと僕は全ダウンをつけたいと思いますここにモルデントがありますねそして全ダウン付きのモルデントそしてここにシュライファーがありますね前回の動画で出てきましたシュライファーですそして次ここにプラルトリラーがあってここにもプラルトリラーがありますが 全ダウンつけましょうここにモルデンとそしてプラルトリラーこれもですね全弾、えー、音をつけるといいですねそしてここにはい全弾音があるんですがこれ見てくださいゲート A ですね、えー、これも前回の動画でお話ししたと思いますスラーでつながれていない3度加工するメロディに、えーにある全弾音は 例外的に箱の前に入れるというです、ね、さあ次はここにモルデントここに前ウ音付きのモルデントそして前ウ音とそして、えー、モルデント前ウ音があって、えー、ここにモルデントこれちょっと迷うんですけどまあそもそも このフランスバロックっていうのは少しこう音波をですねちょっと崩すんですよねあんまり均等にしないという習慣があるんですこれイネガルっていうんですけれどもちょっとこれそういう感じでいくんでしょうかねえ次いきますねここにプラルトリラーがありますえ次はここにモルデントがありますが前段ンがついてますね。 そしてこれ見にくいんですがこれモルデントですねそしてここにプラルトリダーがついていますこれ前段音をつけて時間が割と長いのでこれトリルにしたいと思いますここと同じ時間なんですがこれはあのモルデントですモルデントはあんまり多くやるとあんまり良くないのでこれは1回にすると思いいますここはトリルにしたいと思います。 ここに「モルデント」がありますが全付きですねそしてここにですね、えー、分かりますかね「ソファミファ」というふうにターンが実際の音符で書かれてますねそしてここに「プラルトリラ」これも全段音をつけますが、えー、さっきの「ここと一緒」で時間があるので これがプラルトトリリーーでではなくてトリラーですね次いきますが全ダウン付きのモルデント、えー、モルデントそしてこれはですねえー、っとプラルトリラーなんですが、うん、解決するところ時間長いのでこれトリラーがいいですねしかも上から前段をつけましょうかたくさんあるのですが全部いきますよ <laughs> ここにプラルトリラーがありますが上から 全ダウンでかけて、ここにもそうですね。上から行きます。そしてここにモールデントが下の全ダウンからかかっています。ここのプラルトリラ全ダウンつけますね。さあここにも出てきました。ここにある全ダウンはセとアーなので3度ですね。3度加工するので先ほどの この部分と同じですね。例外的な全ダウンとして前に倒して演奏するというパターンです。先に行きます。モルデンと全ダウン付きのモルデンとプラルトリラ、ーこれ全ダウンをつけます。そして全ダウン付きのモルデンとプラルトリラ全ダウンをつけます。あ、ここにも出てきましたね。 ゼンダウン3度の加工するパターンですね結構出てきますねこのパターンがはい次は全ダウン付きのモルデントこれすらかけましょうねこれはプラルトリラーですがここもあの解決するところなのでトリラーですね長くしたいところですねえ次これモルデントですね全ダウン付きのモルデントプラルトリラーこれ全ンダウン付けましょう あここにも出てきましたのでがいてます、えー、モルデンとそして最後にプラルトリラですがこれもトリラーですね。 この回でえ装飾音符についてのレクチャーを終わろうと思ったんですが、えー、実はですねそののの全体まままとめの話をまだしていませんあの各回それぞれ結構あの濃厚な話になって20分30分と長い動画になってしまったんですがこれでも集約したつもりではあるんですよね。1回目の装飾音符の全体のお話で2回目はトリルで3回目は全ダウン。 そして今日はモルデントとターンのお話をしました。で全体のまとめとしての話を次回したいと思います。それから、あの国による装飾音の特徴というのも実はお話ししたいと思っています。あとはロマン派以降の装飾音符ですね。これについても実は。いつか機会があって話しますねと言ってますので、それもしたいんですよね。あの動画が。 あの長くなりすぎるとアップロードするのにデータが非常に重くなってすごく時間がかかるもんですから次回以降ここれらのととを分けてて配信しいいいきたいと思います引き続きご覧いただきたいと思いますが特に次回はですねあのバロック期の装飾音のまとめになります。 あの非常に重要なヨハン・セバスチャン・バッハの装飾音の表があるんですねそれを引用して話していきますので是非お見逃しなくご覧になってください。